これまでの人生の中で記憶に残っている大晦日かがあれば教えてください。まあ去年、ですかね去年弟が初めてライジに出て、まあ、大晦日かで勝ってくれたんで、まあ、そこから道が繋がったのかなっていう <laughs> え今回は弟さんの後に試合を込まれていますけども、えー、そういったところを意識するのかあるいはえ弟さんはどんな えー、ミクロ選手にとって、存在なのか、まあ、仲間であり、ライバル、ライバルっていうか、そうだね、仲間ですかね、やっぱり、うん、でも、うんまあ、勝つと信じてるんで、まあ、俺もそんなに心配してないですし、でまあ、弟が勝ったら、当然、俺も勝たないといけないっていう、そんな感じですライバルっていう意味では、試合内容でもちょっと意識する部分はあるんでしょうか。いいいやそういうのはないですね <laughs> まあ、俺より面白い試合ができればいいんじゃない？ぐらいの感じです。わ <laughs> かりました。ありがとうございます。